ちょうど背が落ちてきて、その大岩があって、大岩が波を避けてくれるから、ちょうどこの一帯下流域いくらか波が弱くなってます。そんなところを狙っていきます。ちょっと重めの重りでゆっくりゆっくりと、ちょっと浅いな。あ、今当たった。そこに一本いる。あ、一本いるけど入っちゃってる。入った。マスですね、マス。ちょっと粘ろう。ここで一本取らんとな。全体的な背落ちでありながら、ゆったり流れる部分、水深もあってゆったり流れる。時々こういった障害物が理想的なんですけどね。よし。おお、跳ねたのか、なんかねえ、ゴシチいい引きしますね。おお、跳ねた。さすが利根川のハコシチ、いい感じですね。ほら、ギュー。わ、まだまだ引きますよ。これ真冬でありながらいい引きしますね。これがね、利根川の箱寿司です。おお、じゃん。おお、またじゃん。いやー、おお、これが箱寿司です。いいジャンプしますよね。おわ、ねえ、おい、グイグイ、グイグイ引っ張る。なあね、これがいいんですね。慌てることないんで、このまままずっと耐えて待ってます。まあ後ろへ下がって岸へ寄って取り込めばいいんですけど、この自分の、まあ、こういったな、あの中で取り込むのもまた十分上流で、ほら人影見ればこれです。おお、まだ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 岸によります。あの魚をこの位置に置いておいて、端へ端へで魚の位置よく見てください、ね、あの最後の最後まで結構あの引きますから。でまた自分の手元へ来るとね、こいつ引くんですよね。いいジャンプして、ほら、まだ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 ジャンプといい銀ピカのいい魚体ですね。いいサイズです。寄せてきてよーく頭をこういう感じでいいサイズですね。ね、いい箱寿司でした。結構いいサイズですよ。ほら、50は優に超えてるやつです。ねえ、箱好きです。いい引きしましたね。はい、ありがとう。すごいファイトしました。いやー、利根川最高。おー。